はい、皆さん、こんにちは。レック不動産鑑定士講座で鑑定理論という科目の講師をしております、不動産鑑定士の川原と言います。では、パンフレットを使いまして、今回このテーマですね、全世代のおすすめ不動産鑑定士の魅力とはというテーマでガイダンスをさせていただきます。不動産鑑定士三大国家資格の一つと言われています、法律系の最高法資格が弁護士、会計系の最高法資格が公認会計士で、不動産系の最高法資格が、ね、不動産鑑定士ということになっていきます。ただ、弁護士公認会計士と比べると、ね、なかなか一般の人にちょっと馴染みが薄い資格になってくると思いますので、まずはこの鑑定士の仕事の中身ですね、業務内容について説明をさせていただきます。まず大きく不動産鑑定士の仕事としましては、縦1鑑定評価業務というものと、縦2コンサルティング業務ですね、大きく2つに分けることができます。で、鑑定評価業務というのはどういった業務かと言いますと、文章のところ、公平中立な立場から理論に裏付けられた不動産の価格を求める業務が鑑定評価業務と言います。不動産の経済価値を判定して、いくらいくらという金額を出していく、そういった業務です。で、この鑑定評価業務というのは国から認められた独占業務ということになっていきます。鑑定士にだけ許されている業務がこの鑑定評価業務ということになってきます。独占業務ということになってきます。で、この鑑定評価業務なんですが、大きくですね、こう2つに分類することができまして、左、公的な評価と右、民間評価に分けることができます。で、公的な評価、これ依頼主が国とか都道府県等とね、公的な機関の場合が公的な評価ですね。まず代表例が地価公示と呼ばれるものです。例えばニュースとかで、今年一番高い土地はね、銀座のどこどこですとか、一番値上がりしているのはどこでですとかね、そういったニュースとかって聞いたり見たりしたことないですかね。そういった、全国2万6000地点ですね、地域の代表的な土地2万6000地点について、全国の鑑定士に評価をさせて、国土交通省が取りまとめて、毎年1月1日時点の価格として3月ぐらいに一般の人にね、公示公表する制度が、この地価公示代表的な公的な評価の一つということになってきます。続いて、相続税路線価の評価というものがあります。路線、通りごとに平米あたりいくらいくらと標準的な金額がつけられていまして、それに土地の面積をかけてかける税率で相続税というのが決まってきます。で、この通りごとの、ね、標準的な金額ですね、こちら国税庁から委託を受けまして、やはり全国の鑑定士が評価をしまして、それを国税庁が取りまとめまして、毎年1月1日の標準的な金額をですね、大体7月ぐらいに一般の人に公表する、こちらも代表的な路線価の評価ですね、公的な評価の一つということになってきます。あとは、例えば一番下ですね、公共用地の取得場面での評価みたいなものが考えられます。例えば、ある県、また A 県がですね、県の道ですね、県道、道幅を広げるために私人さんから土地を買うような場合です。その場合に、例えば私人さんが、いや、A 県さん、なんかあなたに金額を提示してくれてるんだけど、なんかあなたね、買う立場なので、提示してる金額って、なんか買いたたこうとしていて、なんか安い金額を提示してるんじゃないのってことにね、あったりすることもあると思うんですね。その時に A 県が、いやいや、この提示してる金額は、不動産の専門家であります不動産鑑定士が公平中立な立場から理論に裏付けられた適正な価格として出した金額なので、額自体は問題ないんですよって形で説明をすれば、ね、争いは生じないということです。世の中知られていないんですけど、公平中立な不動産の価格というものが求められる場面が多々ありまして、そんな場面で鑑定士の鑑定評価業務が大いに役立ってくるということになってきます。続いて、民間評価ですね。依頼主が個人さんとか企業さん等々です。例えば、不動産を売買するとき、担保に取るとき、相続する際に事前に適正な金額を知っておきたい、そんな場面での評価がありまして、さらには、不動産を賃貸するとき、要はね、賃料の評価も鑑定士は行っていきます。不動産の価値が高い時代に高い賃貸借契約で賃料を結んで、ずっとずっと更新できました。で、借りている事務所ビル気に入ってるので、このまま使い続けたいんだけど、払ってる賃料が周りの同じような事務所ビルと比べるとちょっと割高になってるんじゃないか、なので次の更新時にオーナーに減額のね、交渉したい、その減額交渉の際に有力な資料となってくるのが、不動産鑑定士の賃料の評価ですね。鑑定士は賃料も評価をしたりします。あとは一番下ですね、不動産を証券化する場面での評価ですね。不動産の証券化、言葉聞いたことありますかね。
例えばこういったね、今収録しているレッコ本社ビル等と大規模事務所ビルですね。こういったね、大きな事務所ビルは一個人が買えるものではありません。それは不動産というのは市場で売り買いされないと価値が上がっていかない。じゃどうするのか。一人じゃ無理なんだけど、何千人何万人が小口でお金を出し合えば大きな金額になって不動産を購入することができる。まあ、共同話みたいなものです。じゃあ、投資した人どんな見返りがあるかというと、こういった事務所ビルは、テナントにね、貸すことによって賃料収入を得ることができます。得た賃料収入を投資家に配当する。不動産を株券のように金融商品化することを不動産の証券化と言います。代表例がリートと呼ばれるものです。不動産投資信託ですね。リアルエステートインベスメントトラストですね。J リートなんて呼ばれるものがあるんですけど、今ね、60以上の銘柄が上場されていて、本当株のように売り買いすることができます。で、J リートですと、法律で半年に一度鑑定士に評価をさせて、投資家に情報開示することが義務付けられています。つまり、不動産の証券化の信頼性を担保しているのが、鑑定士の鑑定評価業務ということになってきます。続いて、コンサルティング業務ですね。不動産に関する困りごとをですね、資格、知識を生かして解決していく業務ということになっていきます。いくつか具体例があるんですけど、例えば、街づくりに関わっている鑑定士いますし、あとは、語学力を生かしてインバウンド需要拡大に伴うコンサルティングですね。海外の投資家にですね、日本の不動産を購入する海外の投資家に、やっぱり日本の不動産、日本ならではの特有のね、慣習だったり、法規制等々があります。そういったね、まあ、リスクをですね、語学力を生かしてアドバイスをしていく。そういったね、インバウンド需要拡大に伴うコンサルティング業務で活躍している鑑定士もね、多くいらっしゃいます。あと、この CRE 戦略って言葉、CRE って言葉聞いたことありますかね。コーポレートリアルエステートの略なんですけど、企業が所有している不動産の有効活用の提案、アドバイスをしていく、そういった業務です。例えば、都心に点在化しているグループ企業、効率が悪いので、それをまとめて、新しい、ね、大きな事務所ビルにグループ企業をまとめれば、横のつながりができて、新しい商品なんかも開発することができますよ。こういったアドバイスをしていくのが、この CRE 戦略の場面ということになっています。この場面は、なんか一個人の鑑定士が活躍するような場面じゃなくて、今ね、大手の不動産会社はこの CRE に特化した部門を立ち上げて、ものすごくね、営業をかけています。今後不動産業界で伸びるであろうと言われているのがこの CRE 戦略の場面です。なので、ね、これそういったね、大手の不動産会社の CRE に特化した部門で、これ、ね、企業内で鑑定士として活躍していく、そういった場面がこの CRE 戦略の場面ということになってきます。で、鑑定士というのは基本的には独立開業型の資格と言われています。同じ不動産系で言いますと、司法書士さんとか土地家屋調査士さんとかと比べられて、不動産系で独立開業型の資格と言われます。ただその中でも鑑定士は独立開業しやすい資格と言われています。まず独立する際の初期投資がほとんどかからないですね。自宅とパソコンがあれば基本的には独立することができます。土地家屋調査さんは、測量の機械何百万ぐらい準備しなきゃならないって聞いたことがありますので、それに比べますと、独立するための初期投資がほとんどかからない。さらには、鑑定士、なぜ独立しやすいかというと、公的な評価があるからということになってきます。先ほど説明した通り、不動産鑑定士の業務としましては、様々、公的な仕事、公的な評価に、これほど公的な仕事がある資格というのはなかなかないと思います。例えば弁護士さんの国選弁護、まあ、公的な仕事だと思うんですけど、まあ、聞いたところによってね、ほとんどアルバイト代ぐらいしかならないと聞いたことがあります。それに比べますと、これね、公的な評価、適正な報酬がね、しっかりともらえます。例えば東京とかですと、鑑定士ね、多くの鑑定士人数がいますので、この公的な評価だけですとちょっと食べていけないんですけど、まあ、年収の下支えになりますので、やはり公的な評価あるというのは、ね、独立開業しやすいですね。そういった理由にもなってきます。で、とともに鑑定士の仕事の仕方としましては、通常ね、試験に合格しますと、どちらかの鑑定会社にですね、就職転職をして、そこから鑑定士としてのキャリアをスタートしていくのが通常です。要はね、サラリーマン鑑定士として鑑定士の仕事を始めていくのがね、通常のね、スタートのね、仕事の仕方ということになってきます。さらには知られていないんですけど、これ企業内で鑑定士として活躍するのがインハウスなんて言われたりするんですけど、先ほどのこのコーポリエートリアルエステートの、ね、CRE 戦略の場面もこの企業内で活躍する一場面ということになってきます。
私が知る限りですと、司法書士さんとか土地家屋調査士さん、企業内で活躍しているとあまり聞いたことありません。一方で鑑定士知られていないんですけど、企業内でですね、多くの鑑定士さんが、ね、活躍しています。この不動産会社の中で CRA に特化した部門で活躍することもありますし、あとは金融機関、特に信託銀行さんですかね。信託銀行さんは内定を出した学生に入社前からお金を出して鑑定士の勉強をさせて、入社と同時に試験を受けさせて鑑定士の資格を取らせるということをやったりしています。つまり信託銀行の中に多くの鑑定士が、ね、活躍しています。あとは例えば鉄道会社さんとかですかね。まあ、鉄道会社って半分不動産業ですよね。駅中駅近高架下、いかに有効活用していくかが重要な、ね、業務の一部となっています。そういったことを適切にアドバイスできる資格者は誰かというと鑑定士になってきますので、知られていないんですけど鉄道会社等々の中でも鑑定士ですね、活躍しています。あとは役所ですね、観光庁です。レックはですね、財務省から委託を受けまして、仕事として鑑定士の資格を取らせるという業務をですね、受け負ったりしていたことがあります。財務省さんは例えば国有地を売るときに鑑定士評価依頼する立場ですね。依頼する立場の財務省さん内でなぜ鑑定士が必要かというと、依頼をして入手した評価書が適切かどうか内部でチェックしたいみたいなんですね。なんで財務省さん内でも鑑定士が、ね、必要とされています。あとは例えば東京都庁なんかですとキャリア採用という形で鑑定士を募集したりしています。リアクションの中でも鑑定士ですね、多く活躍しています。はい。で、資格というのは、まあ、目的じゃなくて手段ですよね。正直、資格を取ればバラ色ってことで正直ないです。やっぱり資格は所詮手段です。ただ、この手段としての使い勝手が、鑑定士はですね、いろいろ選択肢があるので、魅力があるんだということになってきます。このテーマですよね。全世代のおすすめ。世代ごとに、やはり、この資格に対する、なんでしょうかね、価値観みたいなのがね、違ってくる。使い方も違ってくると思うんですよね。独立開業したいので鑑定士の資格を取るって方もいれば、就職転職するために鑑定士の資格を取るって方もいれば、あとね、一般の企業に転職するために鑑定士の資格を取るって方もいろいろいると思います。世代ごとにですね、自分のこうライフステージに合わせて鑑定士ですね、所詮資格ですので資格をどう使っていくかというのがポイントですよね。その使い勝手という意味では鑑定士にいくつか選択肢があるので、そういった意味では魅力一つですね、使い勝手がいいという意味で魅力のある資格ということになってきます。はい、あと鑑定士の仕事の進め方、特にこのメイン業務になりますこの鑑定評価業務なんですけど、評価にあたっては必ず実際の不動産を確認する現地調査というのが必ず必要になってきます。必ず現地に行って実物ですね、調査をします。で、例えば九州にある不動産を評価する、誰が評価するかというと、もちろん地元の九州の不動産鑑定士が評価することも多いんですけど、ただ九州にある不動産を所有する企業の本社が例えば東京とかになる場合には、東京の鑑定士に評価を依頼するなんてことも多々あります。つまり鑑定士というのは結構出張が多い業態なんですね。ざっくりとデスクワークとフィールドワークが半々ぐらいですね。そういったイメージの業務が鑑定士の業務です。私は旅行好きだったので鑑定士選んだんですけど、そういったね、フィールドワークを楽しめるのが一つ魅力ですね。鑑定士おすすめの仕事と資格ということになってきます。あと鑑定士ですね、仕事の進め方が請負的な仕事の進め方になっています。どういったことかというと、例えば何人か鑑定士を抱えている事務所のボスがですね、じゃあね、評価を引き受けました。そうすると、じゃあ、ね、A 君、君に評価を任せるので、じゃ2週間締め切り切るので、2週間後に僕の方にですね、提出をしてくださいという形で、案件ごとに鑑定士ね、それぞれ評価を任せます。グループでの評価もなくはないんですけど、基本的には案件ごとにそれぞれの鑑定士に評価を任せます。これ責任も重大なんですけど、締め切りさえ間に合わせれば自分のスケジュールで裁量で評価を行うことができる、請負的な仕事の進め方で行っていくんだということになります。なので、例えば女性とかどうしても妊娠とか出産とか子育てとか、こう仕事の量を、ね、セーブせざるを得ないタイミング来ると思うんですけど、鑑定士の業務は請負的な仕事の進め方なので、例えばね、子供を連れて現地調査に行って、で自宅のパソコンで評価書を作って、それを事務所に送れば、仕事は成り立つんですね。これ出社しなくても、これ浮き身的な仕事の進め方なので、業務を、ね、続けることができます。鑑定士は、ね、リモートワークもしやすいですね。そういった、ね、業態といえます。なので、専門家で資格者で、しかも浮き身的な仕事の進め方で、できるので、ね、
仕事を辞めなくても、男性でも介護とかでね、こうライフバランス考えなきゃならないタイミング来ると思います。そういった場合でも、仕事を辞めなくても、勢い的に仕事を続けることができるので、そういった意味でも、一つね、こう魅力的なものが、鑑定士の業務のね、仕方ということになってきます。では、この鑑定士ですね、なるためには、どういった試験ですね、突破する必要があるのか、試験制度について続いてのお話を進めていきます。パンフレットね、ちょっとページを進めていきますと、はい、試験制度が、ね、示されています。一番の特徴は、鑑定試験は、担当式試験、論文式試験の2段階選抜方式で実施される、公認会計試験なんかと同じような試験制度になっています。じゃあまた担当式試験から見ていきます。受験資格は特にあります。誰でも受けることができます。で、3つ目、科目というところを見てください。担当式試験は、行政法規という科目と、鑑定理論という科目の2科目で実施されます。まず行政法規、不動産買って気ままに使えるものではなくて、さまざまな法律があります。建築基準法とか都市計画法とか、そういった法律名って聞いたことはないでしょうか。そういった不動産に関する37の法律について学んでいくのが、この行政法規という科目です。もしも宅建士試験とか勉強されている方は、その4割ぐらいが重なってくる科目が、この行政法規という科目になっていきます。一方、鑑定理論、名前の通り鑑定評価を行う際の理論考え方を学んでいく鑑定士としての専門科目がこの鑑定理論という科目になっていきます。いずれも択一式ですね。マークシート方式で出題されまして、でそれぞれ100点満点200点満点で担当式試験の試験が課されます。でいつ試験が実施されるかといいますと、例年5月の中旬の日曜日、第2もしくは第3日曜日あたりが試験日となっています。で、どれぐらい点数を取れば合格できるのかと言いますと、下から2つ目。願書ですと、総合点でおおむね7割が基準と示されています。ただ、鑑定試験は相対評価の試験です。つまり、問題が優しければ合格ライン上がっていきますし、難しければ下がってくるんですね。だいたい7割前後が合格ラインになっているなということになっています。どれぐらいの率で合格できるのかと言いますと、ただ、丸いグラフのところですね。2022年度なんですけど、合格率 36.3%、3人に1人ぐらいが合格できる、そういった試験が担当式試験ということになってきます。で、担当式試験突破しますと、続いて論文式試験ですね。で、まず、この行政法規という科目は担当式試験だけの科目になりまして、論文では出題されません。一方、専門科目であります鑑定理論はやはり重要ですので、論文式試験においても出題されます。加えて、民法経済学会計学ですね。計4科目、科目数が多いというのが論文式試験の特徴ということになってきます。で、いつ試験が実施されるかというと、例年8月上旬の同日月の連続する3日間ですね、最終日月曜日ですので、お仕事されている方でも事前にお休みを取っていただく必要があります。これ、真夏真っ只中、論文、文章を書き続けなければなりませんので、ある意味こう体力勝負的な面もある試験が、この論文式試験ということになってきます。で、論文式試験、合格するポイントは、とにかくやっぱり相対評価の試験ですので、4科目バランスよく、苦手科目をなくしていく、得意科目は基本的には言いません。とにかく、ね、苦手を底上げして、みんなが書ける問題を自分も書けるようにする。逆に言うと、みんなが書けない問題は合否に影響しません。とにかく4科目バランスよく勉強して、学生生活だったり、お仕事だったり、それぞれバランスも考えて、さらに4科目のバランスも考えて、苦手を底上げして、どんな問題でも、ね、平均的な答を書けるようにする。そういったことが合格には非常に重要となってきます。で、どれぐらいの率で合格することができるかと言いますと、論文式試験、2022年度、合格率 16.4% ですね。6人に1人が合格できるような試験が論文式試験。この6人というのは、担当式試験合格した方6人のうちの1人です。なかなかね、これ正直厳しい合格率だと思います。いつも言い訳的に、この合格率の厳しさは、就職転職と大いに関連性があるんだということです。つまり、比較的受かりやすい試験資格というのは、じゃあね、それ受かってすぐに就職転職に直結するかというと、なかなか厳しい面はあると思います。一方で、司法書士さんもそうなんですけど、こういったね、合格率の厳しい試験というのは取るのは大変です。ただ、取りますと、これ、希少性を生み出しますので、就職転職に直結するということになってきます。例えば学生の方、
一般の人はなかなか不動産鑑定士ですね、ちょっと認知度は低いんですけど、不動産業界の中ではこう最高法資格としてしっかりと認知度があります。なので、不動産に関わる企業ならば、こう就活の際に非常に重要な、ね、強い、ね、アピールポイントになってきますので、ちょっとね、就職、就活のね、強力なツール、武器として、鑑定士ですね、大いにこれ、使い勝手がいい、活用することができるということになってきます。で、さらに鑑定士ね、試験の特徴としましては、ちょうどピックアップという形で示されているんですけど、まずはポイント1ですね。担当試験合格者は翌年、翌々年の2年間、担当試験が免除になるんですね。まあ、担当免除制度、以下と書いますとね、三審制度、そういった制度になっています。特に、鑑定試験は、ね、働きながら受験されている方が多いので、この担当免除制度をうまく使っていただくということが、効率的な合格には、ね、必要となってきます。続いてポイント2。実務経験がなくても基礎知識で短期合格が可能になっているんだということです。学生との若年層の方や不動産分野での職務経験ない方にも積極的にチャレンジしてもらうために2016年度に試験モデル見直しが実施されています。本当鑑定業界って人手不足なんですよね。鑑定士って全国でだいたい8000人ぐらいが登録していると言われています。確か弁護士さんが4万人ぐらい、公認会計士が確か3万人ぐらいの登録者だったと思いますので、桁が違いますよね。かつこれ鑑定士として仕事をしているのはそのうち6000人ぐらいと言われています。絶対数がそもそも少ないんですよね。かつ仕事はそれなりにあります。今やっぱ業界的に人手不足なんですよね。なのでやっぱりね、国土交通省、さらにはね、不動産鑑定士協会、危機感を持ってまして、なので若い方と、ね、他業種の方にも積極的にチャレンジしてもらうためにですね、2016年度から試験問題見直しが、ね、行われています。要は受かりやすくなっているということです。それまでの試験はベテラン重視の知識量重視のそういった問題だったんですけど、最近の本試験は基礎を重視して短期間で合格できるような問題だったり形式だったり採点に、ね、変わっています。本当に最近は短期合格者増えています。なので今は、ね、本当に業界人手不足です。でかつ、ずっと今売り手市場が続いています。で試験問題見直されて、ね、受かりやすくなっていますので、今なら鑑定士チャレンジするには、ね、いいタイミングということになってきます。じゃあどれぐらい勉強すれば合格することができるのか、ね、勉強時間の目安をちょっと説明していきますと、ちょっとページ進みまして、まず担当式試験ですね、合格するためには講義の時間も含めまして、だいたい500時間ぐらい勉強時間確保していただく必要があります。で一方論文式試験ですね、科目数も増えて論文ですね、文章を書く訓練もしなければなりませんので、やっぱ最低でも2000時間ぐらいの勉強時間確保していただく必要があります。つまりトータルしますと最終合格のためにはだいたい2500時間ぐらいの勉強時間は確保していただく必要があるんだということになってきます。で踏まえて、じゃあね、レックとしては合格するためにはどういったコースをですね、提供しているかといいますと、まずは最短で合格したい方ですね、そういった方におすすめのコースが、18、19ページの見開きになるんですけど、こちらですね、2024担当論文フルコースということになってきます。2024年に担当論文ですね、一気に最終合格を目指す、そういった、ね、フルパッケージの、ね、コースということになっていきます。でブルーのところがね、これ担当のコースとなってまして、でピンクのところが論文のコースということになっていきます。で論文のコースとしましては、知識をインプットしていく論文基礎記ですね、インプット部分がありまして、で続いて多くの問題を解いていきます、この論文完成形のですね、まあ、アウトプットをしていくですね、そういった部分から成り立っています。知識をインプットしていく部分と論文基礎記ですね、多くの問題を解いていくアウトプット部分、ね、論文完成から論文コース成り立っています。でこちらはフルコースですね。例えば比較的時間が取れる学生の方だったり、あとは、公認会計試験とか弁護士、司法試験ですね、合格している方はですね、論文科目の一部が免除されますので、そうですね、免除を受け入れるような方とかですかね、あとは働きながらの方でも早い段階から勉強が始められる方ですね。例えば春からとか夏からとか早い段階から勉強を始められるならば、働きながらだったとしても十分ですね、一気に合格、フルコースで合格することは可能ということになってきます。
とはいっても、いきなりフルパッケージ、フルコースはちょっとね、ハードルが高いなって方もいると思います。そういった方におすすめなのが続いてのコースですね。ページめくりまして、担当論文基礎コースというものにあります。この担当のコースを、ね、メインにしつつも、論文としましては、知識をインプットしていく、この論文基礎記の部分だけが付けられたコースが、担当論文基礎コースということになっていきます。このコースの一番の特徴は、自分の学習進度消化に合わせて、論文式試験の受験年度をですね、フレキシブルに決めることができるんだということです。つまり、例えばね、基礎コース、十分基礎部分ですね、うまく仕事とのバランスも取れて、うまく消化することができたんだ。ならば、2024年の8月の論文式試験、間に合いそうなんで、後から2024年度向けの、このアウトプット部分のね、部分をね、後から付け足して、2024年度の論文式試験にですね、チャレンジするって選択肢もありですし、一方で、なかなかね、ちょっと仕事とのバランスでうまくね、それほど消化がうまくできなかったので、じっくりこの基礎部分の消化で時間をかけて、2025年度の論文式試験をね、チャレンジする。2025年度向けの論文完成期、アウトプット部分を付け足して、2025年度の論文式試験にチャレンジするって、この講座の消化具合に合わせて、論文をですね、受ける年度をですね、フレキシブルに選ぶことができる。そういったコースが、このね、担当論文基礎コースです。で、上にこれね、2022年度を合格した方のコメントが出てるんですけど、これ、基礎コース取ってうまく消化された方で、追加的に、ね、アウト部分を付け足して、今ね、ちゃんと合格してる方もね、何人もいらっしゃいます。ただ、やっぱり働きながらは、ちょっとね、担当と論文同時勉強はちょっと大変そうだな。せっかく担当免除制度があるんだから、それを活かして段階的にちょっとね、学習を進めたいなって方もいると思います。そういった方におすすめなのが、こちらですね。2024担当合格コースです。2024年度はまずね、担当だけの合格を目指すコースということになっていきます。この担当合格コースの中には、テキストから過去問から全て入っています。このコース取っていただきまして、淡々とね、講座を消化していただければ、十分に一発で担当合格できる力が身についていきます。で、見事担当ね、一発で受かっていただいた場合には、ちゃんと2025年度向けの論文だけのコースもね、ちゃんと準備していますので、そちらを受講していただくということです。まずは2024年度は担当だけの合格を目指すですね、そういったコースということになってきます。一応コースとしては3つですよね。とにかく最短で受かれたいって方は担当論文フルコース。いや、ちょっとね、さすがに、フルパッケージは厳しいので、ただね、ちょっと論文は見せたいので、担当と論文の基礎部分がついた担当論文基礎コース。いや、自分はね、担当免除制度をうまく使って、仕事のバランスを考えて、1年目はね、担当だけのコースに特化して、担当合格コースですね。一応3つあります。で、本当にね、今、いろんな世代の方がね、鑑定士受験されています。ちなみに、2022年度ですと、レクの受講生から、まずね、最年少合格者、20歳の方出てますし、一方で最年長合格者ですね、60何歳の方ですかね、出ています。さまざまな世代の方が、鑑定試験チャレンジしてね、合格できています。ぜひですね、これ本当に全世代におすすめです。独立開業、でサラリーマン鑑定士、一方で一般の企業内で活躍するいろんな選択肢がある、今受かりやすくなっている、いろいろね、チャレンジしがいがある資格だと思いますので、これ前世のおすすめです。今ね、鑑定業界って本当に今ね、変革期なんですよね。なので、ぜひですね、興味を持っていただきまして、3つのコース、いずれかのコースを取っていただきまして、ぜひね、鑑定士になってもらいまして、で次のね、鑑定業界の担い手に、この重厚で今、主張されているね、皆さんがなっていただけると、非常にありがたいかなと、ね、思っております。はい。では以上をもちまして私のガイダンスを終了させていただきます。ありがとうございました。